今回はほうれい線に対するツボを紹介します。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は中国から輸入しました美顔マッサージの本に載っていたほうれい線に対するツボ刺激ですね、その意味をお伝えしたいと思います。なぜこの内容を紹介しなければならないのかというと、雑誌やネット上でね、このツボがいいですよという場所の指定はありますけれども、じゃあなんでそこをしなければいけないのか、そういったことをね、噛み砕いて理解して自分でセルフケアを行うと、ここにもちらっと書いてるんですけども、いろんな作用があるとされています。その作用が起こるまでしっかり施術ができるようになる。そしてまたそういった効果に意識し出すと、自分の健康管理もできるし、肌の色つやにも変化が出てくると思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。まずツボの名前もあるんですけど、場所の方をねしっかり覚えてください。場所がずれてしまうとただの筋肉マッサージになってしまいますのでね、意味があってツボを刺激しますので、その意味はこちらに書いてあるんですけれども、その目的があります。目的を達成するためにツボを選んでいくという風に変わっていきます。なぜこの顔のツボを使うのかというと、ほうれい線が実年齢よりも早くできてしまう人は胃腸に負担がかかっている、もしくは食べ過ぎですね、お酒を飲んで脂っこいものをたくさん食べる、そうすると血液の中の栄養分が飽和状態になって顔にむくみができてくる、そしてむくみが重くなってシワができるという一つの原因、そしてもう一つは疲れすぎて筋力が低下してきて、このほうれい線を作るという2つの原因からほうれい線ができると中国では考えているからです。まず顔のむくみを取っていく、そして顔の筋肉が十分働けるようにツボを刺激します。ではツボの、場所から説明します。まずこの1番のツボなんですけども、芸行と言います。で、場所としてはこの小鼻とこのほうれい線ですね、この間にコリコリしたものがあればこのツボを使います。で、それがなければ使いません。で、このツボの意味は熱感を取る、血液中の熱感を取る、熱感を取ったら何が起こるかというと、むくみが引いていきます。むくみというのは熱感を冷まそうとする体の防御反応でもありますから、そういった意味で熱感をまず取るということですね。で、このツボは花粉症にも使いますので、鼻の症状がどんどん鼻が出てくるといった時にも使うということは、やはりむくみ、免疫のむくみ、皮膚のむくみ、じゃあなんでむくものかというと熱感があるから、じゃあ熱感を取りましょうという時に使います。ですからこのツボを押してほうれい線が引くというんではなくて、ほうれい線の原因に対して刺激をする、刺激ができるということになってきます。次にこの2番ですね、これは官僚というツボです。場所は目尻ですね、この目尻の下にあります。この頬骨の場所で目尻の下、そしてこの先ほど言った芸子というツボの真横ですね、高さにあります。じゃあ落書きしますけど、大体こういう高さにこのツボがあるということですね。この高さにあります。ここにくぼみがあるんですけれども、くぼみのところにちっちゃいしこりがあります。そのしこりはあるときは何が起こっているかというと、皮膚などの毛細血管の血流がうまくいってないときにここに反応が出ると中国では考えています。ですからここのツボを刺激するということは、肌の毛細血管に血流を良くする、血流が良くなったら老廃物も回収しやすいですからね、毛細血管レベルの血流を良くするときに使うと思ってください。そしてこの3つ目ですね、四白というツボなんですけど、この黒目の下にまっすぐ下に下がって、だいたいこの親指1本分ぐらい下です。で、このツボは何かというと、四白ですね、ここありますね。で、何をしているかというと、筋肉の血流を良くするということは、リフトアップ、筋肉に栄養がないと垂れていきますから、筋肉に血液中から栄養を送ってあげる、で血液が元気に、ごめんなさい、筋肉が元気になってちゃんと収縮、縮む力ですね、縮む力が戻ったらシワ対策になりますよという意味で使います。では次にね、
ツボの刺激の仕方です。まず稽古はもう治療で使う場合は右か左かね、一つ一つチェックして反応がある方にするんですけども、セルフケアの場合はもうシワ対策なので、両方このようにツボのコリコリがあればこのように優しく回してください。回し方が分からへんかったらこういうふうに横にスライドさせても構いません。要はこのしこりをしっかり取ろうということです。でしこりがなくなったらやめてください。でこの時もやっぱりこすってしまうと肌がシミができたりとかね、シワが新しく作ってしまうので、肌のこの動きですね、肌の動きの分だけ動かして筋肉の表面を撫でるようにしてください。で次にこの完了ですね、この完了、この目尻と鼻孔、この鼻のシワ、ツボと目尻の間、頬骨のライン上のくぼみにあります。でここにしこりは私こっちにあるんですけれども、こっちないんですけれども、歯茎をまだ意識してくださいね。深く、そのぐらいまで深く入れてください。で同じように歯茎などが感じたら歯茎の上を軽く滑らせるように、当然ここもさするのはなしですね。皮膚のこの動きだけ動かしてください。これはもう頬骨があるから横にスライドさせるだけです。で別に指2本でもいいです。指いっぱいだったらちょっと痛くなる人もいるんでね。であまりするとこのようにむくみのある人はくぼんでしまいますから、後でこのように軽くさすってメンテナンスを忘れないようにしてください。で四白ですけれども、この黒目の下ですね、黒目の下、この辺りにちっちゃい穴があります。そこをもう軽くこのように回すかスライドさせてください。同じように皮膚の遊びですね、皮膚のこの動く範囲だけにしておいてくださいね。中から外、外から上にしてください。リフトアップするんで下から上っていうのは原則にあります。刺激するにも中から外へ、そして外から外というかね、こういう順番に刺激を、ツボ刺激はこのようにしてください。はい、ちょっと長くなりましたけどね、何回も見て練習してみてください。まあ場所は分からない方は詳しく丁寧にゆっくり触ると必ず分かります。こうやって早くすると分かりませんので、あれも背中、これも背中じゃなくて、最初は絶対ここの場所を見つけるんだという意識を持ってやってください、ね、そして場所が分かってしこりを見つけられるようになったら、次にこのように反応を見てください。これは毛細血管が血流良くなったら顔の色つやが変わります。で熱感が変わってくると、まあ、もし花粉症などがあったら一時的にもちょっと軽くなったり鼻を、ね、スースーしたりします。で筋肉の血流が良くなってくると動きが良くなってきます。そういう方で体の変化というのはね、起こりますからね、そういったところもチェックできるようにだんだんなってくると思いますのでね、1日1週間2週間としてくるとだんだん分かってくると思いますのでね、諦めずに続けてほしいと思います。最新情報はこちらからチャンネル登録をお願いします。この他のほうれい線対策はこの動画の下にある説明欄にリンクを貼っていますので、そちらもご覧になってください。またこの動画への感想やリクエストなどはその下にあるメッセージ欄からお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。